こんにちは、デミカです。はい。えっとですね、今日はですね、何をやるかというとですね、まあ、前回からちょこ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 、ね、ちょっとね、予告はしてたんですけれども、でも何をやるとは言ってなかったんですけれども、準備をね、重ねてまいりました。はい。というわけで、ちょっと今日はそれをね、やっていこうと思います。はい。皆さん、 お盆は何をしししてて過ごしていましたかお盆で先祖様をお迎えに行った後ね皆さん今日は送り盆ちゅうことでね、えー、ご先祖様をねあの送る日ということでございますですけれどもねまあお盆ですからねやっぱり仏前でねこういろいろお供え物をして、ね、皆さん何かやってますあのナスとかきゅうりとかあの飾ってます あれ,あれでも地域性あるんだよねあれねやるとこってやんないとこあるでしょうんもう,うちの田舎はやってたよ、うん、田舎はやってた地元はわからないけど田舎はやってたうんまあ派手なねぼんぼりとかぼんぼりっちゅうかなんてうのかなんうの今あんのか知らないけどさこうなんちゅうのこうくる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 回るやつねぼんぼりねあれ立ててね花いっぱい飾ってなつってねやってたけどねうんというわけでね えーとこれまたね私の大事なあの方からのね依頼がございましてですねえっ、ー、とね作ってほしいものがあると <laughs> ある日えっ、ー、とちょっと連絡が来まして、ね、それをねちょっとね作ってみたんですうんなんか作ってほしいっていうか作ってみたんですよねこれ花これこれ今日はねこれをねちょっとね作っていこうと思います <laughs> ちょっとこれ漫画っぽいでしょ うん、その理由はね、あでお示しおし,あのおおし,みします。とりあえず、この花 <laughs>、この <laughs>、これをね、ちょっと今からやっていこうと <laughs> 思います。はい。必要なもの <laughs>。必要なものっていうか、まあ、基本的にだから、あの、ね、だからこの前ほら買ってきたでしょ、これ。足りないっつって買ってきたやつ、これですよ。だから茎の部分に使うんですよ。茎と葉っぱに使うんですよね。これと、あと、これね。 これも使うの、ちょろっと。ここのぐるぐるになってるところ、これちょっと違う色使ってるけど、これよりもちょい濃い色を使ってるんだけど、これもうちょっと濃い色でね、もうちょっと目立たせようかなと。いうことで、これと、あとお花用の糸。そして、あの、真ん中のね、ここの、ここの部分の、ここの部分のね、用のね、黄色いやつ。これ用意しました。はい。じゃあね、どうやって編んでいくかっていうのをちょっと。 やっていこうと思れはえっ、ー、とね 10g 一番小さい玉一番小さい玉で 10g で 25m のやつなのねでこれはいつものカトナ同じやつです同じやつのうんと小さいやつね珍しくこんな色をね、うん、用意しましたよだってほらねお花だからやっぱりお花っぽい色もちょっとね入れないと入れないとと思って。 うん、だから何番これ何番523番ってね何番とか,か何色っちゅうんだかよく知らないけどあと黄色い方はちょっと薄めで100番ってことなんだけど100番がまたこれが何ていう色かはよく分かりませんじゃあねまずねパーツをね全部作っていこうと思いますパーツはどうなってるかっていうと花びらの部分が8枚そしてこの中心部分1つそして茎1本そして葉っぱが2枚。 これが基本になっております。こちらを。では。編んでいきます。いや、もう今回ちゃかちゃか編んできますよ。ちゃかちゃか編んできます。はい。じゃあね、まずね、花びらをね、一つ編んでいこうと思います。花びら。ね。ね、これ一重でやります。一重で。こう引っ掛けて。通すと。で、中心は四つです。四つの細編みで。 えーと輪を作りますはいはいそしたらこれピュッと引っ張ってねうんピュッと引っ張ってでどっちだこっちかはいこちらねでこれで中心4つ。 細編み4つ。細編み4つなんでね、ちょっと編みづらいけど。まあでもし、しょうがない。こんな細いのを編まなきゃいけない, <laughs> いけないから。はい。これでやってきますよ。はい。可愛いでしょだって。ちょっと可愛いと思わない。漫画地区でしょうん。その理由は後でわかるよ。うん。はい。1、2、3、4。はい。4番目。ここに。2つ。ね。増し目をするんで、1目に。 二つずつ、えっと、立ち上がりなしでいきます。そのまま、もうどん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 ぐるぐる編んでいっちゃいます。二。三。四。五。六。 8でこれでで目編めましたでそのまま続きで編んでいくんで次も、えー、とこれで2段目ね3段目も8で8目を、えー、と何段までやっていくかっていうと何段目までだっけなえっ、ー、とね、えー、と8段目までだねはい8段目までこれ2段目いったでしょで3段目も8ねとりあえずこのこのままで私のやり方としてはねこの状態でね3段目まで編みます。 よし、12あ使ってる、えー、と針は4号ね4号使ってます今のところ4号ですあとで変えます実はねこれ変えるんですよあとでで12ね1目に1目ずつ入れていきます3そうするとねこうやってクリーンってなってくるからね ちょっと編みづらいけど6あの目をね入れるところね気をつけて間違えないように7で88目はい8目入れましたこれで3段目まで編めましたで3段目まで編んだところでこうやってひっくり返します よし、中表になってたからね、今までね。で、こうやってひっくり返して、はい。で、これで8段目まで、えっ、ー、と、8目のね、状態で、8段目までずっと編んでいきます。はい。じゃあ、このまま編んでいこうと思います。今が、これ4段目ね。2。3。 40はい、はい、5段分ね8で5段分なので40目編みましたこれね40目はいぐるぐる回ってくるからね、うん、そうやってやってもいいよって考え方考え方っていうかその数え方っちゅうのうんねこんな感じでちょっとこっち置いといてはいでここまで来たので次ここから、えー、と6目にまたすぐ減らしますはい 6目に減らすのは12編んだら3と4で2目一度ねでもう一回同じことを123番目と4番目を一緒に編んで6目にこれで減りました。 はい、六目に減りました。はい。そしたら、六目の状態で、あと。二段編みます。ちょっと待って。一。二。三。四。五。六。 でどこからでもいいんだけど、ちょっと編みづらいなと思ったら、ここでちょっとね、一つ下げます。3号。3号にね、下げます。ここがね、ほら、口が細くなってくるんで、1、二 二、三、四、五、六ねこれで今二段でしょ。でちょっと待って二段でいいんだ。二段でいいかな。ちょっと待ってね。あんまりね花びらが長すぎてもねちょっとあれなんでね。二段でいいかな。二段でいいか。 ね、で6目で2段編みましたこのあとこのあとはここで12と編みます2もう1個だな33個編みます3個編んでそしたら1つ立ち上がって ひっくり返ししまますすここででね往復編みをしますで根元に1個入れて隣に2個入れて2個だけでいいです3目編んだけど3目戻ることないんで必要ないんで2目だけでいいですで2目戻ってでまた立ち上げてひっくり返して根元に1個そして隣にもう1つでこれで終了。 これでいいです。で、ここはあんまり長くする必要はないんだけど、基本的にはね。でも、一つ、ね、八つの花びらを重ね合わせるところがあるんで、そのために一つだけ長く残しときます。あとは他のやつは短くていいです。ね、こうやって。これで一つ花びらができました。じゃあね、これと同じもの、ここ短くていいんだけど、同じものを あと,えー、と何個あと7つ全部で8つ作っていこうと思います。はいというわけで123456788個編めました。はい。もう時間ねちょっと夜になっちゃったんでねあれなんですけどえー、っとですねこれ編んでたら夜になっちゃったわけじゃないですよ、うん、そうじゃないんですけどはい。 とりあえず8個編めましたはい、花びらはこれで一応ねこんな感じで1本だけ長いのにしといてあとは短くて大丈夫ですでね、こんな感じでねちょっと片方だけ編んでる部分をちょっと作っておいてねこういう感じでうん、こういう感じでなってますで、これを8つで、ちょっとこれはここに置いておいてで、次はい、次はこの黄色い黄色いのを使ってえー、と中心部分ねここ、これをね編んでいきますよ はい、えー、っとで、ね、これは4番使って同じように編んでいくんですがこれは普通にあのー、まず中心は6つ3456つね6つで。 でこれをピュッと引っ張ってで普通にこれはねあの増やしていきますよこれででこれをねえー、っとねこれはね私ねあのー、立ち上がりをつけてこうやって編んでったのねでもこのぐるぐるをねやるのをねやることをねあの忘れててやらなきゃいけないんだかっていうことを忘れててこうやって編んじゃったんだよね普通にねまあでもほら 別にこうやってやってできないこともないんで別にいいんだけれどもだからお好みでうんあの立ち上げなしとありとどっちでもいいと思いますよただ私はありで全部やっちゃったので全部ありでやればいいかなと思ってましてはいなのでありでいきますはいなしでもいいと思います全然123456はい6個細編みで入ってるところをまず 2、ね、段目は1、えー、目に2つずつ入れてってちょっと待って立ち上がるから引き抜くでしょと,とりあえず引き抜いてで1で立ち上がってはいで根元に1つ2つ入れます。でお隣 お隣に。1個。2個。入れます。で、さらにお隣に。1個2個ね。1。目に2つずつ入れてえ6。目を16目あ10。12目に増やします。 はい、はい、こんな感じでねはいここまでいきましたで次の段ここに入れてで引き抜いて締めてで立ち上げるはい1個で立ち上げてでここ。 今12に増えてます。この12で4段目までいきます。4段目まで121212 12 12。ね。4段目まで12で編んでいきます。123。だからこの12はあと2段でね。4。はい。はい、これで4段目まで。 ね、12目で編めたのでちょっとこうやってひっくり返して表に出してで5段目5段目はこれをねまたね6目に戻していきますね6目に戻していくのでちょっとこれを引き抜いてぎゅっと締めてぎゅっと締めて立ち上がってぎゅっと締めたらはい1つ2つを一緒にするとね 二目一度二目一度二目一度ね。これで六目にしていきますはいでここでちょっと待ってね ここでちょっとグッと引いといて、で、こうやって折るとわかると思うんだけど、こんな感じ。はい。こういう感じになります。ね。こんな感じ。で、ここに、えー、っと、ま、あ潰れない程度に中に綿を、ね。綿を入れます。ね。このぐらいで十分って感じ。本当にもう潰れない程度でいいんで。 もう入れすぎじゃないこれでもっちゅうぐらいだけどあ大丈夫大丈夫まだ入ってないちゃんとはい今度もんはいいいですはい入ったはいこれで次締めてくんだけどちょっと待ってはいはいじゃあ最後のところをここでね拾って で引き抜いてでこれで一応ギュッとしといてで終了なんだけどえー、っとまあまあど,どうやって止めてもいい,い,いっちゃいいんだけどまあ一歩出しとくかじゃあこうやって止めてで少し長めに長めにこれ花びらと一緒にくっつける時に花びらにくっつける時にこの糸使うんでこれ長めに取っといてでハリ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 。 でこれで少し口をね一応気持ち閉めときます、まあ、どっちにしろあの隠れちゃうとこなんでなん厳密にね別に夏の閉めなきゃいけないわけじゃないんだけど気持ちね気持ちこうなってるんでちょっと気持ち閉めときますなんとなくこの程度でいいですはい無事ですねこれでなんとなく閉まりましたでもこうくっつけちゃうからねこうやってねくっつけちゃうからそんなに厳密にしなくても 大丈夫ですこんな感じでね出来上がりましたはいじゃあこれをまたこう置いといてあここどどここどこ置いとはいこれ置いといてで次のパーツ茎茎結構ね時間かかるよ長いから、うん、しかもね長いだけじゃなくてねあのねこれね実はねあのー、あれがないんですよあのー、うち針金が 増加用の針金とかあったら中に入れた方がいいんだけど、それがないので、えっ、ー、と、綿めっちゃ入れてます。綿すんごい入れてます。なので、結構時間かかります。で、どうやるかって言ったら、最初スタートはまた、1、2、3、4目スタートで、4目スタートね。で、 と引っ張ってで、あ、そうだこれ変えないと針をねで、これは相当綿入ってますで、相当綿も入ってて、しかもしっかりこうこうやって折れないようにしないといけないのでね、こうしっかり立,た立,た立つようにするために針のサイズを一つ下げキツキツに編む感じね そこにギュウギュウ綿入れで感じになります。一、二、三、四。いや針がね、針じゃない。針金がねある人はねあるんだったらそんなことしなくていいんだけど、そんなね綿もねそんなぎちぎちに入れなくてもいいんだけど、あここは立ち上げなしでなのでそのままいきます。でえー、っと一、二、八目に増やします。一目に二つずつ入れて四目を八目に増やします。 そうであれが針金があれば針金を入れればいいんだけどそれがないのでもう綿で保たせるためにぎゅうぎゅうに入れる感じね。うん、で34入れたから56でしょこれで56で78ね8。 8あるよね。1、2、3、4、5、6、7、8あるね。そしたら次からはもうずっと8のまんまいきます。これだけです。8にしたらもうずっと筒状に3、4、5、 通常に編んでいくだけ。六、七、八ね。八そうここで八でしょ。これで八でしょ。三段目私はだいたい三段目まで編んだらひっくり返す。 3段目まで編んだらひっくり返して88目であとはもう好きな長さまでずっと編んでいく感じうん好きな高さまでこれをねひたすらここから編んでいくんです12でねだからねもうね3ちょっと待ってね3 5678これで一周なんだけどでもねどっちにしろね数えだってねもうずっと筒に編んじゃうから別に何段ってふうに数えなくていいから。 そののまま上上ががっていってちちゃうからねねあの立ち上がりもなしで、ね、だからどん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 上がっていけばいいんだけどずっと上がっていっちゃいけないのは綿を入れなきゃいけないからなんだよね。でこれである程度5段ぐらい最初はね編んだらちょっと待ってねある程度ちょっと編むからちょっと待って。 ね、これが大変これ何が大変ってこの釘が一番大変です <laughs> ずっとこれで編んできゃいいんだけどさ、うん、ずっと編んでいくだけだの、ね、よひたすら、うん、なんだけど結構大変なのはこう忘れて綿を詰めるのを忘れて編んでいくと「ヒェー!」っていう「イ <laughs> ヤーン!」ってことになるわでもまあそんな時間かかるさってすごい時間かかるわけじゃないからねすぐ編めちゃうからねこれねうんね で大体そうね最初はまあこのぐらい編んだらまず最初に入れますかねそしたらこれをバターをこれねちょっとほぐして入れやすいようにしてピンセットねピンセットで入れるのがやっぱり一番いいよねっていう話でねこれもう無気ム気無ム無気入れていきますとにかく最初はムキムキ相当入るからねこれ。 相当入るよ。で超えるでしょ。これでやめちゃいけない。これでやめちゃいけない。キュ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 キとにかくキュ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 。押しまくります。ね。すっごい渡す感じ。大したあのあれじゃないのにね。大したことなさそうなのにむっちゃ渡使ってますこれ。本当に。ねこれまたこれ入るどんどん入るどんどん入る。 ど,うどん入るよこれ、ね、ほらあと入っちゃったでこうやってこうやってグザ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 ってぎゅうぎゅうまだ入るよまだ入るよこうしてこのぐらいちょうどいいかなねこのぐらいでいいんじゃない このぐらい入っとけんじゃない次いくのにねはいこのぐらいでいいわマジ相当入るからこれほんとにねこうやって入れてそしたらまた入ってね編んでいきますひたすらこれを繰り返す茎は いやーこれねすっごい何度も何度もさもうなんていうのかな,こうしなんていうの試し編みか試し編みをさやっぱり何度もするわけよね。でどんな感じが一番いいのかどの針で編んだ方がいいかとかさどの太さがいいかとかさ花びらの大きさとかさ意外とねやっぱりねこれねなんか簡単そうにね見えるかもしれないけどねもうねあれだよ結構相当あれだよねあの何度も何度も。 あの大きさ確かめながらくっつけたり外したりくっつけたり外したりなんかね本当に試作うんいっぱい作ったいっぱい作ったってか何度もやり直したいっぱい作ったって作りっぱなしにしとかないからね私ほどくんでねやっぱり <laughs> ね解ほどいちゃうからあれなんだけど、うん、何度も何度も繰り返しましたよようやくこぎつけたって感じえなんでその形でププって思うかもしれないけどその理由は後でお知らせします はい、お知らせしますはいこんな感じでさ編んでいくでしょだいたいそうだね2センチぐらいかな2センチそうだね2センチぐらい編んだらまたこれを入れてきますやっぱピンセット便利だねもうピンセット使うようになってから超楽になったね前はピンセット持ってなかったから一生懸命なんか あのペン先ペン先っていうかペンとかあとハサミだなハサミとかで入れてたな前は細いのはこういうのはハサミとかで何とか入れてたけどだってねこれが使えないからね細すぎてねうんしかもほら鍵だから引っかかるからさピンセットをねいつだか去年去年去年前回かだか去年おととしかおととし日本に帰った時にこれ持ってきたんですよねうん。 持持っっててきたたわけよ実家から持ってたやつを自分がねただやっぱりねピンセットいいわ使えるわ <noise> はいこれはい、入んねんかさすがに入んねえなギュ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 ってい入んじゃないこれ <laughs> まあいいや無理しないとこはいこんな感じなカッチカチになるんです 結構カッチカチチでもカッチカチにしないと茎がねしなーんってねしなーんってねしなだれてしまうのでそれだと困るんでねうんそうこんな感じではいまた編み進めていきます8目でね編んでくって結構 大変よねこのさあ編み猫のさ尻尾がさこれなんだよね4のあと8なんだよね尻尾がうんだからああいうのね編み猫とか編んだことある人だったら全然余裕のあれだと思うんだけどだけど初めて編むっつったらねこの結構意外とあれだよねこの8っていうのは4から4の8ってねそれで編むって。 このしかも細さでねちょっと大変かもね大変っていうかイラッとするっていうかこう引っ掛けやすいしさやっぱりさ細いしさでも何つうのほら一段のさ目数が少ないじゃん結局8しかないからさどんどん編めてくからさ編み上がるのは早いよねところでじゃあちょ,ちょっとこの辺でまた話でもすっかあのさほらアフガニスタンねアフガニスタンニュースになってるでしょ ねえなってるよねカーブルがさ、あのー、陥落陥落ですわタリバンによってねあの落とされてしまいましたけれどもいやちょっと見た、あのー、あアメリカ空軍のさ輸送機が飛び立つ時にさそこにへばりついてそれにそ乗せてもらおうと思ったのかそれとも翼にしがみついて飛んでこうと思ったのか、あのー、逃げ出したい、あのー、あア,フアフガニスタン人 がしがみついたまま飛行機が離陸ししょうがないよねでもなあの場合はねで離陸しそして結構な高度からこう人がパラパラ落ちてくるっていう <laughs> 耐えられなくてねもちろん落ちるに決まってるよねだってさそんなスピードだってあるし高度だってあるしそんなむき出しのまま生身の体をさそんなあのどっかにしがみついてたっていつか力尽きるもんだしってちょっと結構編んじゃったんだけど。 力尽きるしさあんなんでさあのどっかに連れてってもらえるっていうか行けると思ってんのかねだって空気薄くなって空気吸えなくなるし酸素なくなるし温度も下がるしそ,んそ,それ考えたらしがみついてれば生き延びれると普通は思わないよねって思うんだけど。だから普通に考えたらそれは ねえなんかちょっとさあれってさだってさあそこにへばりついてさ飛行機に乗ってさ飛んでった飛んで,飛,んで飛んでくっちかさあって連れてってもらおうっつってさあの外にへばりついてってそれで行けるって思うのがちょっと分かんないよねどっちかちっ分かんないちゅうかあれやるんだったら国に残ってそのままいてた方が生存率は確実に高いんだけど中ちゅうか。 あの時点で飛行機の,あの翼にへばりついて飛んでった時点でもう生存率ゼロだよねあれね <laughs> あれだってもう生存率ゼロでしょあんなことして飛んでちゃったら何人の人がへばりついてたかな結構な人がへばりついてたよね一生懸命どうにもならないよねだから飛ぶしかないよねだってねアメリカ空軍だってねあの場合。 すごかったよねアパッチがさ、あのー、アフガニスタン人をさ消し,らし消しらすようにさあの輸送機の前を飛んでさその何て言うの,あの滑走路に出てきた人たちをさこう何つうの,あの避けようと、ね、離陸するのに邪魔だからさそれを押しやろうっつってアパッチが飛んできてさ追い払ってさアパッチでさこうやってブーってすげえなーと思って見てたけど私アパッチ好きなんだけどねうん。 うわこんなことまでしないと離陸できない状況ってすげえなってであれかね日本人はどうなんかね脱出したのかねねえ日本だって大使館の職員とかいろいろいるでしょねえ脱出できたの全然こっちはほら分かんないからあれなんだけどああでも日本語のニュースで調べたらあれか出てくるから。 ちょまだ見てないやあんまりでもなんか日本でアフガニスタンのニュースってやってるじゃんと。なんかあんまりやってないとかっていう風にも聞くんだけど。うん。いやー本当にでも早かったよね。あの2週間ぐらい前にほら C 国がさきいがさタリバンをさのあの人呼んでさ会談したでしょ。あのニュース見た時にうわー。 もうだから決定事項なんだなと思ったわけあの時にねタリバン政権誕生っていうのはね、うん、でそれでまあまあまあもうほらあの進行してるっていうのは分かってることだったからさあのアフンタリバンがねアフ,アフガニスタンの中でさそうやってさあの制圧してってるどんどん制圧してってるっていう最中だったわけでしょあれってさ、うん、だからさもうああもう行っちゃうんだなっていう感じで。 だってもう汚職もうひどいしねアメリカ軍からこういた,だいたあの武器とかもねあの普通のアフガンの正規軍の方ね政府軍の方ねそれをさまたうっとばしちゃったりとかさお金にしちゃったりとかねあとはなんだタリバン側になんか売ったりする人もいるとかっていうふうにも読んだしなんていうの,その軍の,その統括してる 地方のさ人間なんかがさ水増しだから兵士の水増ししててそれで何ていうの,の給料をんつうのか猫ばばしちゃうみたいなさそういうことも横行してたから実際はなんか30万人いるって言われてた,たあのアフガンの政府軍っていうのは実際はそんなに実はいないんじゃないかとかねいろんな話が出てきてるよね。だからそういうい国をさやっぱりまともな なんつうのかなまともだっつったら言い方悪いかもしんないけどさあちらさんにしてみればさでもなんかもうメンタリティーとかさそういうのが全然違うじゃないやっぱり。うーん,なんかそういうところでも全然その何ての国を統治するっていうさその統治のしかん、統治の仕方っていうのがやっぱり全然違うからさ宗教でね。 イスラムの国をねやっぱりなんか西,欧西欧とかさ普通の民主主義国みたいなさ例えば日本だったりとかっていうさそういうのと同じように考えて同じようにさ国をさこう彼らに任して民主化ちゃんとした民主主義でこうやっていけると思ったら間違いって感じだよねやっぱね大間違いなんだっていう。だからやっぱりなんかもう文化もメンタリティも違うからさなかなかその。 西洋と同じようには統治できないんだと思うんだよねああいう国っていうのはねだからその国独特のやっぱりその特色っちゅうかほらそういうのがあるからさだからそのタリバン政権がさいいか悪いかなんていうのはさ何とも言えないよねって本当に。うに女性にしてみたらいいと絶対言えないけどね本当にねうん。 それはあると思う女性からしたら絶対いいわけないんだからさあんな女性蔑視女性蔑視っていうかもう差別っていうか何て言うか女性を人間として扱ってないからなって言ってねうーんだからえーやっぱりちょっとねみんな逃げ出したくなるのはわかるわだってアフガニスタンの女性なんかもうあれですよ昨日から外に出れませんよだから。 うん、外出れないよ女出ちゃいけないみたいな感じになっちゃうからねタリバンにやられたら本当にあれですよだって外に出る女が出歩いてたら道の居所が悪かったらあの打って終わりですからね打っちゃうんですよ <laughs> 打ってあのね女性に銃口向けて普通に打っちゃいますからね 本当にだから教育もなしになっちゃうでしょ女性に対してのねうんねだからこの20年間アメリカがいてた間に教育を受けられていた女性はあれだよね粛清されなきゃいいけどってそう心配するよねやっぱりねね女に額は必要ないっつってさ今までこの20年間で勉強してきて勉強してきてねほいで学身につけてさ そういういなんていうのかな立派な立派なっ言ったらおかしいかなんて言ったらいいのかなそういう手に職持ったりとかさねそういう女性もいるだろうにさ言ったらそういう人たち迫害迫害受けるというかもう粛清だよねだからねそういうとこ来ちゃうよねうんそういう目に遭わなきゃいいなと本当に思うよねじゃあこれこれいや怖い怖いいや怖い怖い日本じゃどうやって報道してるんだろうあんまり出てこないんだけどニュース あのこんだけ大変なことなはずなのに産経新聞でさえあんまり情報がいくつかポ,ポコポコとは出てくるけどとりあえずでもねあ,のあれだよ飛行機からあの振り落とされた人の映像も見ましたまあ遠目ですよ遠目の画像ですようん私そこまであの近寄ったあの写真を見る勇気はないんではい遠目の画像を見ました はい、うんうんあん、だねもうねもうあんなふうになるの分からんのかでもう本当思っちゃうわなんかもう本当どうなっていくのやばいねアフガニスタンもねやだ,やだわテロ増えるんじゃないのあれ本当に世界中でだって絶対さ自分たちのあれだからねあのー、テリトリーを。 こうどん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 こう増やしていこうとすると思うんだよねやっぱりねテリトリーか勢力うん勢力をさアフガニスタン中心にさ今はねあの政権と取ったらねっていうかもう取った状態になってんの中がさもう早速だからあれだよね C 国は承認したでしょタリバン政権のアフガニスタンを早速承認ですよどんな国なのって本当にまあ まあもう話につけてあるからねそうなってんだけどさ本当にだからもうねど,どっちがどう出るかねど,どう出るかっていうかだってどう考えても C 国がさちゃんとさちゃんとっていうかさうまくさあのアフガニスタンをさコントロールできるとも思えないしさコントロールしようと思ってると思うよ金の力でね、うん、金の力でしようと思ってると思うけど無理だと思いますよやっぱり全然、うん、分かり合えないだろうし絶対にねでタリバンはタリバンでねあ,のあれだし 秦国、あのー、を利用するだけ利用しようとお金さえ入ればいい,い,い,いだろうからねだから利用できるところは利用しようというコントだと思うしね,ねでお金で釣れば何でもいいね言うこと聞くだろうと秦国、あのー、は思ってるかもしれないけどさそうはいかんよって話だよねうんまあどうなるか知らんけどもまあ難しい問題だね本当にいやいやちょっと勘弁してほしいよね ここもあれでさ放おでいたアフガンがさこんなことになってさいやまあ私も詳しくはないからさあれだけれどもさまあ日本はあんまり手出さない方がいいと思いますよ本当に中東地域はよく分かんないから、うん、文化的にも全然違うしね本当によく分かんないからさいや基本手手出さない方がいいと思いますというわけでこのままちょっと編んでいこうと思いますようんはいある程度編んでいきます